はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。では今回はオーダーオブバトルパシフィック大日本帝国軍でのプレー続きをやっていきましょう。で、ここまでですね、真珠湾攻撃を成功させた日本軍なんですが、その後は南方作戦として今はフィリピンでアメリカ軍と戦闘中というところのプレーになります。ではその続きになります。まずですね、残りのアメリカ軍なんですが、ここにいる部隊とはもう戦わないと決めたので、迂回していきましょうというところですね。もう触れちゃいけないところには触れない。そしたらどうしようかな。先へ先へと進むにせよ、ここから日本軍がどうのこうのとかっていうより、アメリカ軍が侵攻してくるのが怖いので、一部の部隊はここに残しましょう。この装甲運搬車、これだけはここに残します。で、残りの部隊で進軍をかけていきます。もう残されたね、敵の数、多くはないですからね。まあ、ただ、味方の航空隊の戦力ももうズタボロではあるので、まあ、うまくね、そこは噛み合わせながらというところになるとは思います。こんなところに敵が出てきてるよ。こういうのを恐れてたんですよね。破壊しちゃいましょう。で、これは回復しよう。で、戦車部隊を進めていきます。で、航空隊の方はもうヒットポイント、耐久力が1とか2とかの部隊は戦っても沈められる、撃墜されるだけなので、もうこの辺りで待機させるしかないですね。ただ、航空母艦が流徴型で、1航空隊しか収容できないので、代わる代わるにね、休ませていく必要があるというのは、ちょっと自分へのメモとして覚えておきましょう。さあ、順調に順調にクラーク航空基地に迫ってはいますね。このまま行きましょう。ちょっと副次目標がね、達成するのが難しいかなという情勢になってきてはいるんですが、あとは敵のね、この基地を叩いてしまえば、それも大丈夫になってくるかなとは思います。地雷の施設、ちょっとやっとく？ここに。敵がね、ここを、日本軍の基地を再占領するぞみたいになった時に、地雷を仕掛けておいて、攻撃しちゃいましょう。
35ターンっていうのはどうなんだろうな。ちょっと難しくなってきてるかなっていう感覚はあるけど、まだそれでも諦めるのは早いかな。まだあと6ターン残ってますからね。さあ、残る航空基地、ここを破壊すれば、いよいよこのステージもクリアできるかな。結構ここがやっぱ硬いね。基地もあるしね。飛行機が出てきたな。この飛行機なんとかしたいよな。さあ、包囲網を敷きつつありますので、ここで一旦ちょっと様子を見ましょう。ここが奪還されてるな。ここの奪還をちょっとし直さなきゃいけない？いや、大丈夫だな。村落は放置しておきましょう。問題はこの飛行場だ。わあ、結構食らうな。まあ、1で済んでよかったって感じかな。さて、そうすると最後の目標地点なんですが、まずは、前へ前へと進めていかなきゃいけないので、そこからですよね。わあ、結構食らうな。敵の方も硬いね、最後は。ここは回復しとこう。まだまだ予断は許さない状況なので。よし、スペシャルイベント戦利品ですね。暗く飛行場を放棄させたので、まだ使えるウォーホーク戦闘機が数機残されていたと。これは嬉しい。普通に嬉しい。敵の戦闘機が一機離脱してったな。まあ、あの戦闘機は放置でいいだろう。さあ、これで全ての敵の VP を破壊できたかな。名実ともにマニラ陥落ですね。
35ターン以内はなんとか何維持できたんじゃないの？いや、VP を占領できていないところがある。どこだ？ここか？いや、違うよな。どこが占領できてないんだ？主だった VP と言われても、厳密に VP がどこか分かってない説が出てきたな。てっきりここかなと思ったんだけど。そうすると、あとはここと占領できてないの。ここと、ここと、ぐらいしかないよね。で、1個だけってことは、見た目が違うところ1箇所だよね。こことここ見た目全く同じだけど、ここだけなんか特別なマークがついてるから、ここなんだろうな、きっと。しょうがない。じゃあそこに向けて進軍しますか。硬そうだけどな、すっごく。硬そうで嫌だなっていう。あとじゃあこことここにも一応行く？なんか敵軍が侵攻してきてる雰囲気がなくはないので。もうここぐらいしか思い当たるところないんだけどな。さて、場所をちょっと特定しながら、じゃあ進んでいきましょうか。うわ、あそこに結構敵がどんどん、こもってた敵が出てくる感じなのかな、もしかしたら。そうなると少し厄介ですね。やっぱりここを占領しないとダメだな。となると、少し戦力をちゃんと整えておく必要がありますね。
いや、この飛行機もね、戻してあげなきゃいけないしな、どうしましょうかね。せっかく確保した飛行機を失うのももったいないんで、しっかり確保したなら確保したで、キープしておきたいですよね。で、敵が進軍してくると。なるほど。じゃあ、我々としては、奪還しながら、ここにもいるもんね。うわ、めっちゃ食らうな、これ。やばいやつだ。いや、こんなとこにいるのか。迂回したんだっけ、ここ。なんか、迂回した覚えもないんだけど。ここがやばいな。どうする？そうするとだ。まずは、戻す人はちゃんと戻しましょうというのが一つ。で、飛行機今更回復させてまで運用するかっていう話もあるよな。さあ、ここはじゃあ火力で押し切ろう。ここがね、ちょっと心配だな。陸軍の歩兵がやられる可能性が高いな。そしてちょっと購入だけしときましょう。陸軍の敷地が5、海軍の敷地が6か。となると空母を1隻買えるな。空母を買おう。陸軍の方は敷地が5なんで、5以内で収まる戦車。救難式の中戦車。これを買っちゃうと、もはやだな。これ買っちゃうとね、そもそも、空母を買えなくなるっていうね、本末転倒ですけど、まあしょうがない。では、やられたね。まあ、これはしょうがない。あそこにいるってちょっとね、考えが及ばなかったのが浅はかでしたね。さあ、1個失いましたけど、攻勢をとはいえ止めるわけにはいかないですからね。これででも占領できたんじゃないの？完全に。これで終わってくれれば、御の字だけど。よし。やっぱりあの土豪地帯、しっかり回り込まなきゃいけなかったんですね。さて、我が軍の南部侵攻軍が市に到着するまでにマニラが放棄されたとの知らせ。半島で最後の抵抗を行うために、パターンに逃げ込んだ敵を掃討する時がやってきましたということですね。いやー、なかなか手こずりましたが、なんとか勝利できましたね。
まあ、今回は主に陸軍の戦闘になったのかなと思うんですけど、やっぱり空母とかがないと、飛行機が今の戦場だと運用がそもそもできなかったですよね、きっと。そこがちょっと残念でしたね。うまく、もう一回り大きい飛竜、あるいは昇格を投入していけばよかったかもしれないんですが、そうすると他の陸軍への配分がなくなっちゃうので、まあ、竜城でよかったのかな。はい。というわけで、今回は、南方作戦、マニラ侵攻をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は、ルソンの敵軍の殲滅に進んでいきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。